入園入学、春は新しいことが始まる季節。気軽に簡単にそして楽しく、世界に一つだけのオリジナルグッズを作ってみませんか？ブラザーはそんな素敵なソーイング生活を応援します。おしゃれな切り返しや便利な内ポケット付きのトートバッグの作り方をご紹介します。トートバッグの材料はご覧の通りです。今回は裏布のついたトートバッグを作ってみましょう。まずはじめに表布に切り替え布を縫い付けます。切り替え布 A の長い方の両端を1センチ折り込み、布端から3センチ開けて両端に端ミシンをかけます。切り替え布 A の代わりに市販の飾りテープを使って作ることもできます。次に切り替え布 B の長い側を同じように1センチ折り、表布の底部分の中心に縫い付けます。バッグの表側に刺繍やアップリケ、ワッペンを縫い付けるときにはこの段階で付けましょう。アイロン接着式のワッペンは完成後に付けることもできます。内ポケットを作りましょう。内ポケット布の口側を1センチ折り、さらに2センチ折って三つ折りにします。内側の折り目に端ミシンをかけます。裏布の表側に内ポケットを縫い付けます。内ポケット布の底部分と両端をアイロンで1センチ折り込みます。布端から6センチ開けて裏布の中心に待ち針で留めます。端ミシンで縫い付けますが、縫い始めと縫い終わりには返し縫いをしてください。この時お好みによってポケット布に縦ステッチを入れておくと、ポケットに仕切りができるので細かいものを入れるときに便利です。次に持ち手を作りましょう。市販の持ち手テープに裏布を縫い合わせます。裏布の両端を1センチ折り込み、持ち手テープに端ミシンで縫い付けます。持ち手ができたら表布にこのように重ね 0.5 センチ開けて仮止めします。この時に持ち手の長さをお子様の身長に合わせて調整してください。次に表布を中表に重ねて両脇を1センチの縫い代で縫い合わせます。裏布も同じように縫い合わせます。縫い終わったらアイロンで縫い代を割っておいてください。裏布を表側に返します。そして表布の中に入れ込みます。表布と裏布を1センチの縫い代で縫い合わせます。この時8センチの返し口を残しておきます。
厚手の素材で作るときには返し口は少し多めにしてください。返し口から布をひっくり返します。そしてアイロンで形を整えます。最後に端ミシンで一周縫います。脇の目立たないところから返し縫いをしないで縫っていきます。端ミシンの時にはまつり縫い押さえに交換し、押さえのガイドに当てながら縫うと綺麗に縫うことができます。この時に8センチの返し口も一緒に閉じておきます。縫い終わりは重ねて返し縫いをしてください。これでトートバッグの完成です。便利な持ち手や使いやすいマチのついたシューズ袋の作り方をご紹介します。シューズ袋の材料はご覧の通りです。今回は裏布のついたシューズ袋を作ってみましょう。まずはじめに表布に切り替え布を縫い付けます。表布の両側に切り替え布 A を 3.5 センチ開けて中表に重ねます。1センチの縫い代で縫い付けます。切り替え布 B は斜めに切り三角形にします。次に三角形の山側を1センチ折り込み、表布の底部分に中心を合わせて待ち針で留めます。山側を端ミシンで縫い付けます。端ミシンの時にはまつり縫い押さえに交換し、押さえのガイドに当てながら縫うと綺麗に縫うことができます。折り端の部分はハサミで裁断しておきます。切り替え布 A をアイロンで外側に開いておきます。バッグの表側に刺繍やアップリケ、ワッペンを縫い付けるときにはこの段階でつけましょう。アイロン接着式のワッペンは完成後につけることもできます。次に持ち手を作りましょう。市販の持ち手テープに裏布を縫い合わせます。裏布の両端を1センチ折り込み、持ち手テープに端ミシンで縫い付けます。持ち手ができたら表布にこのように重ね、 0.5 センチ開けて仮止めします。この時に持ち手の長さをお子様の身長に合わせて調整してください。次に表布を中表に重ね、切り替え布 A の下側に待ち針で印をつけておきます。その待ち針の位置から底部分までの両脇を縫い合わせます。縫い終わったら縫い代をアイロンで割ります。
表布をひっくり返し空きの始末をします。裏布も同じように中表に重ねて縫い合わせますが、8センチの返し口を残しておきます。縫い終わったら縫い代をアイロンで割り、表布と同じように空きの始末をします。次に表布と裏布にマチを作ります。縫い代を重ねて角に三角形を作り、マチの幅が4センチとなるようにして縫っていきます。マチを作ったら裏布をひっくり返し、表布の中に入れ込みます。口部分を1センチの縫い代で縫い合わせます。縫い終わったら裏布を引き出し、返し口から布を表側にひっくり返します。ここで返し口を閉じておきます。アイロンで形を整え、布端に端ミシンをかけます。切り替え布と表布のつなぎにミシンを一周かけます。この時、脇の目立たないところから縫い始め、縫い終わりには重ねて返し縫いをします。半分に切った紐を両側から1本ずつ通せば、シューズ袋の完成です。おしゃれな切り返しのついたお弁当袋の作り方をご紹介します。お弁当袋の材料はご覧の通りです。今回は裏布のついたお弁当袋を作ってみましょう。まずはじめに表布に切り替え布を縫い付けます。表布の両端に切り替え布 A を中表に重ねて待ち針で留め、1センチの縫い代で縫い付けます。表布の中心にアイロンで折り目をつけておきます。そして切り替え布 A を外側に開いておきます。次に切り替え布 B の中心に折り目をつけて、長い側を1センチ折り込み、中心を合わせて端ミシンで縫い付けます。端ミシンの時にはまつり縫い押さえに交換し、押さえのガイドに当てながら縫うと綺麗に縫うことができます。表側に刺繍やアップリケ、ワッペンを縫い付けるときにはこの段階でつけましょう。アイロン接着式のワッペンは完成後につけることもできます。次に
表布を中表に重ねて待ち針で留めます。布端から 5.5 センチ開けて脇を縫い合わせます。縫い終わったらアイロンで縫い代を割っておきます。表布をひっくり返し開きの始末をします。裏布も同じように中表に重ね、布端から 5.5 センチ開けて縫い合わせ、縫い代を割っておきます。次に、表布と裏布にまちを作ります。縫い代を重ねて角に三角形を作ります。まちの幅が10センチとなるようにして縫っていきます。縫い終わったら角から4センチのところをハサミで切り落とします。押さえを裁ち目かがり押さえに交換し、ほつれ止めのために裁ち目かがりで縫っていきます。次に裏布をひっくり返し、表布の中に入れ込みます。口部分を1センチの縫い代で縫い合わせます。縫い代はアイロンで外側に倒し、脇の開き口から布を表側にひっくり返します。アイロンで形を整え、布端に端ミシンをかけます。紐の通し口を作ります。布端から 2.5 センチにステッチをかけ、そこからさらに2センチのところにもステッチをかけてください。半分に切った紐を両側から1本ずつ通せば、お弁当袋の完成です。新しい季節に心温まる手作りアイテムを、ちょっとした工夫で世界に一つだけのオリジナルグッズが生まれます。今回ご紹介したアイテムは、一つの布で効率よく作ることができます。3点セットでお子様にプレゼントしてみてはいかがですか。簡単、気軽に手作りを。ブラザーはそんな手作りソーイングを応援します。